千葉大学が ISO14001 のお取得に乗り出しましたのは2003年のことでございます。大規模事業者の教育機関といたしまして、環境面での社会的責任を果たすということが主な目的でございました。2003年に環境 ISO 学生委員会が発足をし、その後1年かけて学生主体でシステムを構築をしました。2005年1月に環境 ISO14001 を取得しました。2013年にはエネルギーマネジメントシステムの国際規格である ISO51001 を取得し、日本で唯一 ISO14001 と ISO51001 の両方を取得している大学になっております。学生委員会は毎年150人以上の学生が所属し、 PDCA サイクルに沿った業務を担っています。4月には教職員や学生向けの基礎研修の講師を務めます。9月の内部監査では教職員と一緒に監査員を務めます。12月の外部審査においては学生が議事録を作成します。また毎年環境報告書も作成します。学生委員会には20ほどの班があり、さまざまな活動を行っています。環境意識啓発活動では省エネやゴミ分別を啓発するためのポスターやステッカーを作成したり、イベントを開催したりしています。リユース活動では学内の落ち葉から堆肥を作成したり、古本や中古自転車の販売イベントを行ったりしています。子ども向けの環境教育活動では地域の小中学校に出向いてエコ教室を行っています。緑化活動では地域の人たちとコミュニティガーデンを運営したり、企業と連携して植樹里山保全活動を行ったりしています。千葉大学方式の利点として、第一にサークル活動ではなくて大学の組織の一員として学生が活動するということで、教職員も理解を得ております。第二にですね、この環境マネジメントシステムの中核業務を学生が担うということで、学生の実務経験になるとともにですね、教職員の負担軽減にもつながっております。三つ目が学生に単位と資格を与える工夫をしております。環境マネジメントシステム実習という科目を履修することによって単位を取得できるとともに、3年間活動に参加した学生に対して学長から千葉大学環境エネルギーマネジメント実務士という資格を与え、これが履歴書等に書けるという仕組みでございます。4つ目でございますが、学生委員会は2009年に NPO 法人格を取得しております。これによって地域に開かれた活動を進める、そういった基盤ができております。普段の学生生活では体験できないことばかりです。自分たちのやっている活動が大学の環境に直接影響を及ぼしていると考えると、責任感が芽生えます。企業と共同して行う活動もあり、多くのことを学ぶことができます。また学生委員会の取り組みを国内外の会議などで講演することもあり、大変貴重な経験となっています。第一に環境的効果です。ISO 取得前と比較をすると環境負荷が大幅に削減され、それに伴い光熱水費などコストも大幅に削減しております。次に社会的効果です。学生主体の取り組みは国内外から広く注目され、数々のメディアで取り上げられるとともにですね、環境に関するさまざまな賞を受賞しております。そして実務教育効果です。学生は日頃の活動を通じてさまざまな実務スキルを身につけております。卒業生にアンケートを取ったところですね、8割の学生がですね、社会に出てから学生時代の活動が役に立ったというふうに回答しております。学生委員会の活動では学内だけでなく学外の社会人の方とも関わる機会が多くありました。その中では環境分野にとどまらず、さまざまなことを学ぶことができました。その中で培ったコミュニケーション能力や企画運営に必要な知識や能力といったものは、社会に出て実際に働いてからも役立てることができました。環境負荷の削減や経費節減といった実質的な効果ばかりではなく、大学の本来の目的であります教育面での効果が大きいというのがいいと思っております。また対外的にもさまざまな表彰を受けており、環境活動に積極的に取り組んでいる先進的な大学として千葉大学の社会的な地位の向上に貢献しております。今後も大学として学生主体の環境マネジメントシステムの運用を支援していく所存でございます。